今上陛下のご生誕の日である令和2年2月23日、陛下のご長寿並びに国民の平安を記念する令和の時代初めての天朝祭が執り行われました。天朝とは、天地が永久に変わらず存在するように天使の知性の限りないことを願うという老子の天朝地球に由来するものです。日本では法規6年775年に後任天皇が自らのご生誕を祝した天朝祭が起源とされています。時は流れ、明治元年に古代の礼に倣って復活し、明治6年の改暦にあたり正式に祝祭日と規定され、戦後は天皇誕生日という名称に変わりました。午前10時に寒川神社で執り行われた祭典には、神社関係者合わせて130人ほどが参列。宮司の祝詞と奏上に続き、神職による人情舞が奉納され、今上陛下の長寿が記念されました。祭典に続き、寒川神社の神嶽山神苑開園10周年を記念し、令和元年台風15号の暴風により倒木したソメイヨシノの木が植えられていた場所に、新たに八重紅しだれが植樹されました。別名遠藤桜とも呼ばれる八重紅しだれは、毎年4月上旬長くしだれた枝に淡い紅色の松林の花を咲かせます。今上陛下ご生誕の日に植樹されたこの桜の木は、長年参拝者に親しまれてきたソメイヨシノに代わり、令和の時代の新たなシンボルとして長く愛されていくことになるでしょう。また引き続き三州殿において神嶽山神苑の設計・管理を手掛けた増野俊明氏による講演会も開かれました。曹洞宗徳有山建光寺住職でもある増野氏は、参列者一人一人に現代における宗教の役割とは何か熱心に語りかけました。現代に暮らす人々は心の拠り所を失ってしまっているというふうに言えると思います。これからのお宮さん、あるいはお寺、宗教界というのは、社会のニーズにどうやって行けば答えられるのか、答えていくのかということができるのかということを、やっぱり真剣に考えていかなければならない時代を迎えております。人類の救済、世界の平和と地球環境を守り、自然との共存の上で人類がどう繁栄していったらいいのか、文化、それをどう向上をさせていったらよいのかということを考えていくこと、これが宗教界の大事な役割であろうと私は思っております。で、昨年は天皇陛下の即位がございまして、日本全国、世界中にでも日本はこういう国柄、国ぶりだということがよく分かったんじゃないかと思うんです。おかげさまで寒川神社もその皇室のいろんな奉祝の行事に合わせていろんな催し物をさせていただきました。これからも寒川神社のこと、またお祭りに関することをいろんな